今日はまず ISFJ から、はい、ISFJ ザ・プロテクターとあります。はい、はい、プロテクターの主要な欲求は他者に奉仕することですと。はい、ただしこのここでの奉仕とは他者に生活必需品を提供すること、これはプロバイダーの関心事とあるので、はい、ESFJ ですね、うん、とは異なって他者の生活の落とし穴や危険から守ること、つまり彼らの安全を確保することを指していますと。これらの ISFJ は他者の世話をすることから多くの満足を得ており、優しく助けることで快適さを提供し、静かにケアをスケジュール通りに行い、必要な人々の健康と福祉を保護しますと。プラトンでいう守護者、アリストテレスの、所有者の編集亜種として、 ISFJ は他の SJ とはほとんど変わりがないよと。すべての守護者ガーディアンですね、 ISJ タイプと同様に彼らはコミュニケーションが具体的で、目標の実現に協力的で、商業に興味を持ち、道徳に熱心で、物資の、まあ、周りとの協力が得意ですと。彼らの方向性は、門番ゲートキーパーとして過去を振り返しつつも悲観的で冷静ですと。そんな彼ら、特徴としましてはですね、人口の中でこの ISFJ プロテクターの割合は非常に大きく、おそらく 10% に達しているかもしれないと。これは良いことであり、なぜならこの ISFJ さんは保護に警戒心を持ち、家族友人の輪または仕事場の人々の安全を確保することで、満足しているから、うん、この彼らの奉仕によって保たれていると、うん、また彼らは苦しんでいる人々を助けることを楽しんでおり、他のどのタイプよりも障害や必要性に対処することができますと。 ISFJ プロテクターは控えめで、かつまた控えめにケアの仕事に従事し、そのため彼らの努力が時折十分に評価されないことがありますと。彼らは ESFJ ほど開かれておらず、話好きではなく、ただし親しい友達や親戚と一緒にいると細かい詳細を含めて彼らの生活すべてを尽くすまで絶え間なくおしゃべりすることができますと。しかし彼らの見知らぬ人に対する慎重さはしばしば、硬さ、さらには冷淡に見えるような、そんな誤解をされることがあり、でも実際、これらの SJ、ISFJ は温かい心を持ち、同情的であり、喜んで助けを必要とする人々に自分自身を提供していますと、うん、ただし興味がなくなることがあるのはその対象が困ってないと、うん、っていう状態の時はその人に興味がない、うんうん、損ですよね。まあでもそれが好きでやってるって、本当にそんな人いるんですかね。書いてありましたよね。書いてありました、はい。まあ、エニアグラムで言うと、はい、タイプ2な感じですか。ま、エニアグラムでいくと、まあ、なんかもういっぱい混ざってそうですけどね。あ、最も社交的な人たちじゃないですか、タイプ2はね。タイプ2は確かに、はい、確かに、まあ、タイプ9が混ざったり、うん、だからまあ控えめな2みたいなのはあるかもしれないです。私は過去に ISFJ の友達とかクラスメイト同僚がいた経験が全然ないと思っていたが、多分控えめなタイプだから思い出せないだけかもしれないと。はい、かもしれないもう損じゃん。別に求めてないって話ですよね。助けを求めてない人は求めてないって話じゃないですかいやそうだけどさはい、いやなんか僕はみんなに、はい、等しく、はい、まあ、自分が等しくやってないくせに、はい、社会にはなんか等しく公平になんか、はい、メリットを与えてほしいんですよ。はい、綺麗事ですかね。綺麗事っていうか、まあ、求めてないって言ってますけどね、はい、言ってますけどね、はい、はい、で、か
彼らのその控えめさは実際には冷淡さではなく彼らの誠実と真剣な目的の表れとみなすべきですと。全てのガーディアンと同様にプロテクターは強く守られた、労働倫理を持ち仕事は良いものであり遊びっていうのかなプレイはって書いてあるんですけど、はい、遊びなのかな、はい、がもしあるならば稼いでからでなければならないと考えていると、まあ、そういう余暇の、はい、余暇というか、まあ、仕事以外の時間ということですかね、はいうんうん、それは稼いでからだと、はい、この ISFJ は全てのタイプの中で最も享楽的でなく他のタイプが無視しようとする感謝されない仕事を長時間にわたり進んでこなすことを喜んでいますと、うん、徹底性と倹約も彼らにとっては美徳ですと。彼らが仕事に取り組むとその人が可能な限りそれを完了させるでしょうと、うん、また彼らはドルの価値を知っており、まあ、お金の価値というんですかね、はい、資源の浪費や誤った使い方を嫌いますと、うん、これらの控えめなコンサバター、このコンサバターというのは調べると博物館などの保存や修復をするみたいな人とありました、うん、この控えめなコンサバターは一人で仕事をすることに十分に満足していますと。実際権威ある立場に置かれると彼らは不快感を感じることがあり他の人に指示を出すのではなく自分でその仕事のすべてをこなすかもしれませんと、うん、これらすべての理由から ISFJ プロテクターは頻繁に過労となり同様に頻繁に誤解され過小評価されていますと、うん、苦しいですね。彼らの貢献とこの彼らがもたらす経済効果は、はい、しばしば当然のように見られ彼らはほとんど報われることがありませんと。これは彼らが感謝されるべき場面で感謝されないことに対する憤りの気持ちを抱く原因となり押し込められた感情が内側で噛み砕かれ彼らに不当な苦しみをもたらすことがありますと、うん、やっぱりそう思ってるんですよ。当然ですよ。そんなことはそう思ってるとは書いてないですよね。書いてなかったですよ、はい、僕が見るとそう見えるんです、はい、守るべきだで、まあ、僕がやってる自信はないんですけどね。どういうことですか。彼らの貢献を、はいはい、当然と思ってる側、はい、かもしれない、はい、まあ、周りの問題ですもんね。評価してあげましょうって話ですよね。そんな彼らを、はいはい、おっしゃる通りです、はい、でこのプロテクターさん ISFJ は出生称号職位資格によって与えられる地位に鋭く気づいていますと。彼らは訪れる王室に感銘を受け高位の政治家に感嘆し裁判官警察軍に敬意を表し上司に対しては献身的で忠誠心を持ちがちですと。ただしそれは自分たちを優越していると考えているわけではありませんと。それどころか彼らは根本的に謙虚であり偽りをつけることを嫌悪していますと。この ISFJ にとって人々は社会の秩序に従って行動するべきであり自分より上の立場にいるような振り舞いをする他者にイラつくことがあります、うん、彼らは伝統的な社会の改造の安全性を信じ慣習と慣例を維持するためにできる限りのことを行いますと、まあ、こういう文章が出るとね、はい、まあ、見てくださってる NT さんとかはね、はい、出たよと、はい、こいつらだよと邪魔するのはと、はい、違うよと彼らの働きを見てあげてって、はい、自分に言い聞かせています、はい、NT ではありませんが、はい、まあ、お互いにやってるって感じはしますけどね。あ、彼らは彼らでね。彼らは彼らでもっとお前らも支えろよってちゃんと真面目に掃除しろよって思ってるでしょうし思ってる、うん、で見下してるあいつらは不真面目だ、あ、はい、ああいうバカがさって、はい、
困るよねって、うん、でプロテクターにとっては推測や確信、この NT にとっての命題でもある、はい、確信は興味を引かないものであり、むしろそうしたリスクのある事柄は他の人に任せ、うん、自分自身は安全にしっかりと、土台を持ち地に足のついた状態を保ちたいと考えています、はい、彼らは、それに対して冒険をせず安定感を持ち続けることを好みます。お疲れ様です。ISFJ プロテクターは伝統を重んじ文化的で家族的な伝統の両方を大切にします。彼らは歴史の感覚を持ち過去の出来事や人間関係との連続性を感じています。彼らは過去確立されて深く根付いたものに対して先天的な敬意を持っているようです。彼らは珍しい古いもの、本、絵画、陶器などのコレクションの世話をすることを光栄に思い、それらが安全に保管され定期的に誇りを払われるようにしています。はい、しかし彼らは同時にシンプルな家族のものも大切にします。古い写真のアルバム、古びた家具、道具、ウェディングドレスなどを守ります。すべてのタイプの中で ISFJ が家族の系図をたどることに興味を持つことが最もありえます。でもなんかこの系図ってちょっと興味ありますよね、はい、まあそれは興味があるだけですよね。大切にはしないですよね。あ、まあ確かに、まあ、クソくらいですよね、そんなのは。その系図が分かったとして、はい、あ、こうなんだで終わりじゃないですか。そうですね、僕の先祖はこうなんだってぐらいですね、ぐらいじゃないですか、はい、でこの人たちはそこに感謝しそうじゃないですか。この人たちがいるから今の私がいるみたいな、まあその気持ちも分かりますけどね、はいはい、このプロテクターは ISFJ、はい、家族に献身的であり通常は優れた家庭の主婦となります。 ISFJ の女性は伝統的なスタイルで家の内部を魅力的にする才能を発揮し、しばしば専念して専業主婦の役割を果たします。もう彼女って言い切ってますもんね、はい、初めから、はい、すいません、彼女は魅力的で栄養価のある食事を提供し、買い物をし、洗濯をし、服を修理し、家を清潔で整然と保つために日課をこなしています。部屋を整え、食器を片付け、ベッドを整える日々のルーティンもこなします。 ISFJ の男性は家庭を維持する他のすべての仕事を引き受けます。通常は財務を担当し、庭の世話をし、しばしば家庭菜園の手入れもする。そして車を維持し、レンガを作り、木工、塗装、配管、電気工事など小規模な修理にも通じていることがこのプロテクターにとっては一般的ですと、はい、この親としてフレンドリーで穏やかなこの ISFJ プロテクターは子どもたちが社会のルールに従うことを期待し、これらの基準がただ守られるだけでなく尊重されるように個人的な責任を感じています。このような親は非常に心配し、子どもたちを人生の汚れや危険から過度に守ろうとする傾向があります。特にこの ISFJ の母親は子どもたちの独立心を奨励し、エプロンの紐を切る方法を学ぶ必要がありますと。要は旅をさせろと、はい、うん、ね、過保護すぎる。そうですね、はい、時折 ISFJ の母親は道を踏み外した息子にユーモアを見出すことができるかもしれませんが、それでもこの ISFJ の母親、彼女は娘に伝統を尊重し、正しい時に正しいことを行うように教育しようとしますと。そして常に正しい理由で行動することを重視します、うん、正しいってなんだよですよねはい、はい、ルールですよ。いや、これは親としては勝ち抜く方法を学んでほしいですけどね、はい、親としてはじゃないですよね、二等兵としてはですよね。
僕としては世の中を楽しく上手に生きる方法を学んでほしいですよね、はい。まあ、僕としてみんなもそうだよねと思ってるんですけど、僕としてはまあ楽しむ、楽しめと、人生を楽しめと、何とでもなると。まあそうですね、はい、そうやって僕も言ってるつもりの僕はそれをできてないですけどね。はい、はい、